実は言葉遊びやってて、うん、あの陰を踏んでるんですよ。チンチンベロンベロンガリンガリと、うん、まあ、あの2万2000のチュートリアルのことはね、うん、あのチリンチリンっていうネタですね、うんうんうん、でチリンチリンベロンベロンガリンガリンと陰を踏んでる、うんうん、まあ、これもだから似た言葉を語尾に並べるっていうことで類似性の発見、うん、つまり笑いの状態全てほとんど類似性の発見なんですよね。あの分析してったら本質はそれさ、はい、自分が類似性を発見してるだけだからっていうことじゃない。いや、ね、まあ、フロイトはこういうことを言ってるよ、はい、あの基地の技法についてる一覧表っていうのがあって、はい、1縮合っていうのがあって、はい、合成語形成を伴う変更を伴う、まあ、ちょっと言ってることが分かりにくいけど、まあ、なんか圧縮して例えばこれは何て言ったかな、具体に例で出てきた、ミリオネアとファミリー、家族のように富豪が扱ってくれたと貧者が言ってるので、その貧しい人がファミリオネアのように扱われたって、ミリオネアとファミリーが重なっちゃって言っちゃったという、まあ、これが多分縮合ってやつで、合成語形成を伴う変更を伴う、はい、あとつまりあと同一素材の使用っていうのが2つの例として、それも全体と部分順序がわずかな変更、同一語が従前の意味と形だけの意味で、これちょっとこれだけ言われても分かんないと思うけど、具体例を見てもらえば後で全部分かる、はい、あと二重意味、一つの言葉が二つの意味を持つとき、名前と事物的意味、比喩的意味と事物的意味、本来の二重意味、かっこ語呂合わせ、あるいは両義性、ほのめかしを含む二重意味、もうこんなふうに分類してるわけ、あの基地のユーマの、ユーマとかビッツの形式について。だこれ、それなんだよ。まあ、うん、なるほどね、うん、まあでもまあでもほとんど共通性の発見、類似性の発見っていうことなんですよね、芝居は。だからなん類似性が発見されてどうして面白いのかっていうのがさ、まあ、フロイトも問うてって、まあ、後半はそれの話になるんだけど、はい、だから、まあ、よりよく世界が理解できるんじゃないですか、それによって。世界を理解することが解であるのか、つまりさ、まあ、笑うわけじゃん、はい、笑うって結構すごいじゃん、つまりさ、ね、言葉をしか聞いてるだけなのになぜ腹とか腹筋とかが動いて息ができなくなるのかって、はいね、これ重要なことだよね、はい、なんでなんだ、なんで類似性なんか面白いんですかね、なんで類似性見つけたらこうなるの、なんかさ本当に息できなくなったことがあって、快感を得るっていうことは、うん、やっぱそれによって人間がよりよく生きられるんですかね、ちょっとその辺が、まあ、その辺に思考がいくといいと思うんだけど、まあ、そうですね、まあ、じゃあ続きの話もじゃあしてもらおうかさ、まあ、ここで、まあ、うん、我々、私のね、はい、あ、なんかプレゼンテーションがクライマックスに入っていくんですけども、はい、ラルク、クライマックス、今何分ぐらい、ターミネーターで言ったら最後のなんか工場に突入した部分ですよ、ターミネーター2で言ったら。でもこれ3だからさ、なんかそろそろシェルターに入ってさ、なんかさシュワちゃんが変なメガネかけたりとかさ、それに対応しますか、車叩いてるところとかじゃん、今なんか、うん、それに対応しますか、多分隠シェルターに入ったところだよ ね、 そろそろね、あの3はちょっと、うん、あまりもなんでしょう、ダメな作品で、主人公がさ急に猿みたいな顔になったよね、3になったらね、なんかあれ役中になったらしいんだけど、まあ、1と2の主人公が そんなところになってきて、うん、最後まとめますね、統合しますと、私の今までの話をね、なかなかと大プレゼントにしようした、うんうんうん、あのオバマの演説を思わせる大プレゼント、なんかオバマを演説を思わせる大プレゼンテーションでしたよね、ね、最後まとめますと、うん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 、あ、なんで共通しようと、あ、笑いの仕様ってなんだ、一緒なんだっていうことをね、いや結構似てると思うよ、つまりさ、笑い的に、はい、笑いって結構卑怯性があるわけでしょ、もともとさ、はい、そのさ、はい、風刺したりとかさ、はい、ツッコミを入れたりとかさ、はい、あの能力と評論の能力って結構似てる気がしてて、はい、てかほとんど同じなんですよね、うん、やっぱり9割方僕は重なってると思いますよ、まあ、俺は評論って何なのかよく分かってないんだけど、はい、とりあえず読者を面白いと思わせたいわけ、はい、だから手法として似ることはあるだろうと思うよ、はい、それは、うん、僕は9割方重なってると思いますね、9割は言い過ぎかもしれない、8割ですか、でもまあそうなの、そこまで重なってるかな、はい、その藤田直哉と小島よしおもなんか8割方かぶりますよね、全くかぶってないだろ早稲田で、同じ早稲田で、ちょっと待って、小島よしおはザクティいじったりしないし、小島よしおはなんか文学研究とかしないから、でも早稲田でちょっとかぶって、同じお笑いキャラとして、お笑いキャラじゃない、俺も真面目にやってんだ、同じ早稲田出身で、年齢も似てるということで、8割藤田よしおは重なってます、藤田よしおまた出てくる、また藤田よしお出てきた、また出てきた、それもフロイトが言ってるから、そういう言い間違いについて、僕の全部フロイトにも指摘されてましたが、僕のフロイト選手は、フロイト選手8を読めっていう話だよ、ナルク1とナイダー1の手法も僕の言った手法も、ま、全部もうフロイトによって説明され尽くされてるよ、フロイトが全部言ってるよ、で僕が世界初で、うん、初なわけないだろう、なわけないだろう、ただ、まあ、一つ言うとちゃんと勉強してお笑いをきちんと披露することは必要かもしれない
というのは言っとくけど、まあということでね、まあこれ長々とね、まあなんでしょう、偉そうに言ってきましたけども、はいはいはい、なんか偉そうにふんぞり返って、麻生的に、まあ西田頑張ってるわけね、なんか麻生もなんかちょっと偉そうな喋り方、ちょっと麻生も頑張ってるよね、ちょっとね、麻生もいいんだよね、麻生なかなか頑張ってる、まあ偉そうにね、ここまで言ってきま、まあじゃあ最後ちょっとまとめに入りますかね、まとめね、まあまあ第一部ちょっとまとめに入りますから、その30分経ったんでまとめに入りますと、もう30分も経ってる、はい、ちょっと意外と早かったですね、あのまあ充実してたってことですね、時間が早いってことは。あの充実してたということでよろしいですね。これやばいよ、ちょっと本当ターミネーター3の結末に近づいてる、なんかあれ、まあ、爆発しておしまいとかさ、なんか最後サルみたいな主人公とか閉じ込められて爆発しておしまいとか、最低数10とかありえます、ね、ありえるよ、本当にありえるよ、まあ、まとめますか、この間また企業放送とかさ、企業放送とか全然再生数ないから、ね、あ、企業放送の半分になりましたけども、最後企業放送みたいに終わるね、なんかさ、最後になんか飲んじゃう世界を確変するために、革命するために、この地方放送みたいにね、松平的にちょっと松平の真似して最後終わりたいと思うんですけども、最後は絶対正しいんだって、松平の真似をちょっと2人で、髪型もちょっと後で床屋に入って真似したいと思います、もう髪型もしなくていいと思うんだよ別に、うん、じゃあ最後世界を確変するために終わりたいと思うんですけど、まあ最後ちょっとまとめますとね、ちゃんとまとめようか、まあ、ここまで長々とね、私が偉そうにふんぞり返ってね、まあちょっといあの3枚目からで言ってきましたけども、てか1回目から進展がねえこれ、もうお前は2ちゃんの歌ということが判明して終わりだよこれは。いやでも結構バロバチの新ネタアクションを結構解説したじゃないですか、劇場分布とかの話をしろよ少しはちょっと共通性の発見だけに指摘しました、共通性の発見という部分だけの共通性を全てにの本に発見してるでしょそこしか読んでないよ、おかしい、今度ちょっと今度はちょっと次は飛躍したいと思いますけども、はい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 、最後まとめますと、マイク・タイソンって知ってますか？知ってるよ、あの、うん、ボクシングかなんかの人って、あのストリートファイターのバイソンっていうキャラのモデルらしいんですけど、バイソンいたね、あれのモデルらしいんですよ、うんうんうん、マイク・タイソンってあの史上最強に強いって言われてたじゃないですか、あの多分ボクシングの中で多分僕もあの YouTube でマイク・タイソンの試合を今日見てきたんで、自分を奮い立たせて俺もマイク・タイソン的に行くぞって言ったんですけども、もう見事に揚げ物的に弱かったんですけど、ごめんごめん揚げ物的な感じになりましたけど、作られるよ、負け物とか言われるよ、この対談もちょっと揚げ物的になりましたけども、 M2 対談に全くかなってないと思うんだよね、これさ全く揚げ物の試合みたいな感じになりましたけども、なんか俺らがああいうさ、なんかさ やってもさ、なんか誰も課金に払って聞くとは思えないんだよねこれをね、はい、うん、ちょっと僕もマイク・タイソンにやろうとしたんですけども、揚げ物的になってしまいました。マイク・タイソンってね、うんうん、あの最強って言われてますけども、うん、小さい頃あの暗くて、うん、なんか変な眼鏡かけてて、うん、いじめられてたらしいんですよ。あ、そうなんだ、はい、ラルクさんもそうなんですか。いや僕はあの人気者なんですけど、人気者なんですけど今人気者ですか、学校とかで。まあ人気、あの大学とかで錦野って、錦野明って知ってますか。知ってますよ、ここにそうめんみたいなついてきてるなんかあのスター錦野、うん、まあスター錦野と並ぶほどの人気なんですけど、ないだろ、バカされてるだよ、それバカされてるよ、あれ、まあそれはいい、そうめんみたいな服着てんの、僕のことはいいとしてね、僕のことはこういう服着てんのお前芸能界でもちょっと痛いポジションですけど、錦野はちょっといじられてるでしょいじられキャラになってますけど、ガッツイ始末と並んでるでしょ、多分それガッツ的なキャラになってきますけどもね、まあガッツながらでボクシングの話を言うと、錦野さん見ないだろうな、まさかボクシングの話を言うと、うん、マイク・タイソンってさ、いじめられてて、うん、あの性格も小さい頃暗くて、あ、てか躁鬱病らしいんですよ今、うん、あの結構暗くて、うん、実は強いと思われがちだけども、うん、多分内面はナイーブな人なんですよね、小さい頃いじめられてたけども、うん、でもある時反撃したらしいんですよ、うん、先輩とかに、うん、そしたら意外と自分勝ってしまったんですよ、つまりね、人間で、そっから自分は強くなって、目覚めて強くなった、うん、つまり人間っていうのは、うん、そういうもので屈屈すればするほど、挫折すればするほど、努力すればするほど跳躍できるんですよ。なるほど。あ、バネも一緒でしょ。なるほど。バネもその圧力をかければかけるほど、うん、飛び上がりますよね、うん、我々人間ってバネのような存在になんじゃないかなっていうようなことがね、
河合駿がね、さんがね、はい、もう言ってたとか、もうフロイトには僕の指摘されてるし、もう河合駿にも指摘されてるし、あのね、だジャンプする前にかがむってことだよね。そう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 です。だから俺の4時間も打ちたる前かがむことで次は飛躍、さらなる飛躍するんだって話でしょ。でもさ、よく考えるよ、はい、バネって何度もこうやってたらもう飛ばなくなってくるまあでもなんでマイクタイ